はい、文献紹介ということでこちらのタイトルを、長岡技術科学大学自然言語処理研究室の鈴木が発表いたします。こちら文献の情報になります。この論文はNIST の方が書いた論文です。アブストラクトです。対話文脈から一貫して多様的な応答の生成を行うための手法を提案しています。具体的には、イベントの因果関係を利用したリランキングを用いるというものです。このイベントの因果関係のマッチングに、RFTM と呼ばれる手法を使って、埋め込みを利用しています。人で評価と自動評価で一貫して多様な応答を選択、リランキングできていることを確認しています。イントロダクションです。対話システムは対話文脈を考慮する能力に乏しいため無難な返答をしやすいという問題があります。藤田らの研究で、因果関係の利用により多様で一貫した応答が生成できるというふうな、研究がされています。そこで、今回は、因果関係を含む応答候補のリランキングスコアというものを定義して、リランキングを行っています。この因果関係ペアの取得に、柴田らの、大規模コーパスと、イベントの分散表現として、RFTM というものを利用しています。はい、でまず、大まかな、フレームワークの説明になります。まず、対話文脈を与えてあげて N ベストの応答候補を、ビームサーチで生成します。そして対話文脈と応答候補から、イベントを、の述語構造を抽出してあげて、抽出したイベントを分散表現に変換します。そして最終的に応答候補をリランキングするという流れになります。この因果関係のペアは、柴田らのコーパスを利用して抽出しています。具体的には、狂気統計と各フレームをベースにした抽出というものを行っています。でこの各イベントは、こちらのテーブルみたいに、プリディケイトがこれは絶対に、イベントに必須であるものと、任意で存在するアーグメントというものから構成されています。でこの一番端の、リフトは、イベント間の相互情報量を指し、示しています。はい、でリランキングのスコアの、定義になります。この下の式の、P というものが対話システムが出力した応答候補の確率になります。で、リフト EHER は対話文脈中のイベント EH と応答候補中の ER のリフトスコアを、意味しています。でこの時、ペアにない、因果関係とかが抽出された場合は、リフトスコアは 2になります。で、2に分母が2になるので、実質的には、リランキングをしないという形になります。でリフトスコアは10から、1万 と、幅が非常に大きいため、ログスケールをとっています。でまた EH と ER がそれぞれ1つとは限らないためリフトスコアはその EHER の中で一番最も高いものというものを選択しています。はい、でその今先ほどまでのがそのコーパスを利用した、因果関係のスコア付けなんですけども、コーパスのみだと因果関係、どうしてもコーパスにない因果関係とかもあるため、分散表現も利用しています。全てのイベントが固定帳のベクトルに変換されて類似度を計算していきます。この時、このイベントというのが、プリディケイト単体か、プリディケイトとアーギュメントのペアというふうに定義しています。そしてプリディケイトとアーグメントはそれぞれスキップグラムで埋め込みをされています。でこの時のイベントの埋め込みに RFTM と呼ばれる手法を利用しています。これによって特定のコンテキストにおける意味表現を獲得可能だと筆者らは述べています。はい、マッチングの、部分の話になります。その先ほどのイベントペアを与えてあげて最もコサイン類似度が高いイベントというものを取得していきます。でこの際に、リフトスコアというものを下記に下記、こちらの式に拡張しています。この時、ECEE というのは、原因と結果のイベントを表す数値になります。また、原因と結果というのが逆になっているケースも合わせて計算するため、最終的なスコアの、式はこの4の式のようになります。はい、で実験です。応答の評価を行います。この、評価は自動評価と人手評価をそれぞれ行っています。応答生成モデルは、エンコーダーデコーダーにアテンションをつけたものと、階層的な、エンコーダーデコーダーモデルの HRED を利用しています。
学習にはマスキップグラムと RFTM の学習に Wikipedia のデータを利用しています。また RFTM には毎日新聞のデータも学習として利用しています。で、対話データの、学習には Twitter のデータを利用していて、2632件の対話で、平均が22単平均の発話の単語帳が22単語帳の、データになっています。まず、リランキングとかを行う前に、単純にビームサーチで、生成した結果の、応答生成モデルの多様性というものを測定しています。この結果だと、1列よりエンコーダーデコーダーの方が、通常の状態では、リストスコア、多様性のスコアが高いということが確認できます。これが結果になります。ちょっと何回か行き来するんですけど、リランキング普通にリランキングしたところだと、ブルー、ニストエクストリーマっていう、参照応答と比べるスコアにおいて、ちょっと普通の、リランキング前より、結果がスコアが小さいという感じになってます。でこの理由が、参照、これらのスコアが参照応答と近しいものっていうものを測るスコアであるため、普通の生成しているエンコーダーデコーダーの方が、その参照応答に近いというものを出すという面では優れているから、これらのスコアがリランキングより高くなるというふうに筆者らは述べています。でまた、ディスト2と PMI においてはスコアが、改善されているため、多様性、ディストが多様性のスコアで PMI が一貫性のスコアとしているんですけども、その多様で、一貫性のある応答というものの改善ができているということが分かります。ただ、リランキングのここを見ていただけると分かるんですけど、リランキングされている適用率があまり高く、10% 前後であまり高くないため、リランキングの効果が限定的になっているというのが分かります。ただその RFTM で、埋め込みも合わせて利用してあげると、その適用率も上がる、60とか70とかに上がるようになって、これらも改善されるようになっているというふうになっています。はい、で、人で評価の結果になります。先ほどの結果から、エンコーダーデコーダーとアテンションのモデルは使わずに、H レッドと、それにリランキングしたものと埋め込みのリランキングをしたもので、の3つで比較しています。で、その人での比較において、一貫性、対話文脈に関連した応答はどちらか、連続性、どちらの応答が応答としてふさわしいかという2つを、比較していきます。で下がそれらの結果になっていて、一番右端の、のが、普通の H レッドとリランキングでの比較結果で、真ん中がリランキングと、埋め込みのリランキングの比較結果で、一番こちらが、H レッドと埋め込みのリランキングの比較結果というふうになっています。でこれを見比べると分かるんですけど、一貫性という部分において、埋め込みの普通のリランキングは、H レッドより改善されているんですけど、埋め込みのリランキングは悪化しているということが分かります。で、これは、筆者らによると、その埋め込みによる一般化が、その評価者たちにおいては、あまりいいとされなかったからではないかというふうに述べていました。でディスカッションの部分になります。応答例2つ用意してあります。こちら側が、一貫して多様な応答の生成例になります。ただこれが主要なものではなかったというふうになっています。でこちらが、一貫した応答というものは選ばれたんですが、不適切な因果関係を利用した例になります。この場合だと、この部分ですね、風邪をひく、咳というから咳が止まるというふうな因果関係を持ってきているんですけど、その結果ちょっと応答としてあまり適切じゃないものが選ばれているというふうになります。で、これらより、現在の 今のこの手法では2つの問題があるというふうに仮定しています。1つが、イベント埋め込みは一般化したイベントを利用しているため、過剰な一般化というものを避ける必要があるという問題が一つと、一貫性にのみ、注目しているため、応答の自然さにはあまり、着目していないという2つの問題があるというふうに筆者らは述べていました。で、コンクルージョンです。応答候補を因果関係を用いてリランキングする手法というものを提案しました。
イベント埋め込みなどを利用することで手法をロバスタなものにしています。また実験結果より一貫して多様な応答を、リランキングで選択することができるようになりました。本実験では、日本語で行っていますが、記者らによると、この手法自体は特に言語を問わないものだそうです。フューチャーワークとして、イベントの過剰一般化や自然さの改善が挙げられていました。以上で発表を終わりにします。